タオルなど糸くずの出やすい洗濯物を乾燥した時は、ドアやドアパッキン周辺に糸くずが付着しやすくなります。付着した糸くずが気になる場合は次のようにしてください。運転後にドアやドアパッキン周辺を拭く、快速戦艦コースで運転する、総洗浄コースを運転する。運転後にドアを開け、湿った布でドアパッキンに付着した糸くずを拭き取ります。次にドアの内側に付着した糸くずをしっかりと拭き取ってください。乾燥運転は最初に高速脱水を行いますが、ドアの内側やドアパッキンなどに水分が残っています。温風による乾燥運転が始まると、洗濯物から出る糸くずがその水分に付着し、そのまま残ることがあります。高速脱水中に温風を吹きかける快速戦艦に設定すると、ドアやドアパッキンなどが乾いてから温風による乾燥運転をするため、糸くずの付着を抑えることができます。快速戦艦の設定手順を説明します。電源入りボタンを押します。戦艦ボタンを押し、快速戦艦を点灯させます。スタートボタンを押します。運転がスタートします。次にドラム内部に蓄積した糸くずを洗い流し、糸くずの付着を抑える総洗浄の3時間コースの手順を説明します。糸くずの付着が気になった時に運転をしてください。洗濯槽クリーナーは使いません。最初に蛇口を開けてください。電源入りボタンを押します。洗濯ボタンを繰り返し押し、総洗浄を点灯させます。総洗浄の点灯と同時に表示部に3時間が表示されます。スタートボタンを押します。総洗浄運転がスタートします。終了はメロディーでお知らせします。